ママこと教育評論家の小木直樹氏、73、が5日、自身のブログを更新。いわゆる、自粛警察、について持論を述べた。自粛警察、とは、コロナに感染した人や繁華街などを訪れた人を避難し、戒める人々のこと。主にネット上で辛辣な書き込みを行っている。さらにエスカレートし問題となっているのが、他県ナンバー借り。県外のナンバープレートの車に対し嫌がらせをするというもので、新型コロナ感染拡大により外出自粛が叫ばれる中、わざわざ他県にまで遠征してくる人たちを懲らしめる。そんな思惑があるようだ。小木氏は、ガラスに石投げてひび入れたり、ボディにへこみ入れたり、ドアミラー破壊したり、落書きしたり、これらすべて刑法犯罪ではないでしょうか、と、自粛警察の行き過ぎた行為に警鐘を鳴らす。さらに、県境や新幹線改札口での検温検査も強制ではなく、もっと工夫して実施しないと危険ではないでしょうか、少し心配です、と、行政の露骨な水際対策に対しても疑問を感じているようだった。このような動きに、小木氏は、感染への恐怖からこのような排外的な人権侵害や犯罪行為は死刑的発想を世間に広げて、とんでもない差別、選別を生み出すリスクもあるのではないでしょうか、と日本の将来を不安し。それでも最後は、フィジカルディスタンスはしっかりと取りつつも心はつながり合う新しい生活様式を皆さんで身につけたいですね、と、小木ママらしく優しいメッセージで締めくくった。